サンペドロデラッパスは、チリのビオビオ州にある都市。人口は8万447人。2005年に目抜き通りのペドロアギーレセルダ通りが完成した。住民の大半がビオビオ川対岸のコンセプシオンに通勤、通学するコンセプシオン大都市圏のベッドタウンである。サンペドロにはスペインがラ・カンデラリア・トリデを築いたが、マルティン・ガルシア・オーニエスで、ロヨラ総督の死後。 1599年に破壊された。1603年にアロンソ・デ・リベラが砦を再建し、その周りには小規模な開拓地が形成された。独立戦争中の1821年には、ビセンテ・ベナビデスの命を受けた、王党派のフアン・マネル・ピコが、市街に火を放った。砦り出は1835年のコンセプシオン地震で、壊滅した。 国立統計研究所が行った2002年国勢調査によると、サンペドロデラバス市の面積は112.5平方キロ、人口は8万447人である。このうち、都市部には8万159人が、農村部には288人が住んでいる。前回の1992年の調査に比べ、人口は18.6%増加した。市は、 議会が行政を司り、4年ごとに選挙で選ばれる。市長が統率する、第3級行政区画に位置づけられる。現在の市長は、アウディトレタマルラソである。国政では、上院の第12選挙区と下院の第44選挙区に属する。第12区選出の上院議員は、アレハンドロ・ナバーロブラインとオサイン・サバグ・カスティージョ。第44区選出の下院議員は、 ホセミゲル・ウルティスト・エンリケ・バン・リッセル・ベルヘである。ありがとうございます。